私引きずり和也が霊媒を務めさせていただきます。友達がみんな溶けちゃった。テルミだ、現れちゃった。ゆっくり北へ移動している。今来れば君も会えるはずだ。イエー、どうも。俺は生まれた時から空洞なのだ。あれは異次元の押し切り君だ。君、髪伸ばせよ。絶対似合うよ。ない、冬風のルネがない。どこやったんだ、ココ。私たち、あゆみちゃんを殺しちゃったのよ。大丈夫、悪い皮を剥くだけだから。太古から生き続けているような不気味で巨大な魚たちに遭遇した。風紀委員の川上富江さんだわ。この間転校してきたばかりに。さあ勇気を出して、思い切って飛び降りてみよう。出なきゃもう遊んであげないわよ。あの中の死体は君が…ルミちゃん、ルミちゃん、僕が犯人だと思ってるの。私はどっちへ行けばいいの。いやあ、動物って可愛いね。残念だけど、君はもう…何かなんだい。知らないよ。あらま、可愛い子猫ちゃん。トンネルの中にいない。もしもし、あんたたちのこと見てくれよ。子供の頃は人間も愛せない。ダメダメ。いろいろやってもらう。実際の神経。僕への童貞でそれに聞いてた。知らないで。もういい口で。あいつは誰だ。富江が震えない。ふざけんばかり。私はいつだってあなたのそばにいるから。